耳の聞こえない勇気が出会ったのはヒップホップダンスと聞こえる女の子たちのダンスチームジャンピングガールズ。時々会うよね。ちょっと待って、ダンス好きだったりするの？本当に何もご存じないんですか？はい。どうしたのそれ？真剣な話してるのにニヤニヤしないでくれる？いじめみたいじゃない？これみんなバラバラになったよね。許さないから。初めて音楽が届いた。